新興三越は台湾の新興グループと三越グループの提携により設立された台湾企業、新興三越百科古墳有限講師を指す。三越伊勢丹ホールディングスが約92%出資しており、同社の持ち分の利子会社。1991年、新興グループと三越グループの共同出資により、台北に1号店を開店。2008年4月、 経営危機に陥った力吐き業集団の衣町、百貨を買収。現在、台北に9店舗、東園、台南、高尾に2店舗ずつ、他に、かよし、台中に店舗を有している。台北新技店のあたりには三越が4店舗、集中していることから、三越村の別所がある。また、北京に、中国小売大手の北京家連集団の合弁会社、 カレン信仰百科有限講師との合弁で信仰天地を有している。日本の三越の包み紙の三越のロゴの上に新コンが記されている。嘉義水曜店台北駅前店台南中山店、高尾三田店重京信仰天地、信仰三越は日本の三越が持つ老舗高級といったイメージに加えて都会的、若者向けといった 日本の伊勢丹や西部百貨店などが持つイメージを有しており、顧客層も三越に比べて広い。特に日本の三越が苦手な若者向けにも強く、同じく台湾に進出している高島や、蘇豪など日系百貨店の追随を許さない、名実ともに台湾ナンバーワンの百貨店で、海外における日本の百貨店の成功例とも言える。台湾でデパートといえば、 新興三越と言われるほど台湾におけるブランド力は高い。三越の持分法的用害者であることから、伊勢丹との合併前の三越における連結形状利益に与える影響が大きく、高校息子でもあった。同社には、1988年から三越事件で三越本社を追われた岡田茂元社長の側近で総合企画部長であった。 天野次郎が赴任しており、新興三越の日本を上回る事業拡大については彼の2020年、新興集団創業者クレビ氏の娘婿で、新興三越創業時から総経理を務めていた当事長、後藤校の死去に伴い、三越伊勢丹 HD の村上秀幸がその職業を引き継いだ。2014年に、四川省、生徒に中国最大級の店舗を、 さらに、チャンスー賞、蘇州にも出展する計画が明らかになっている。2017年7月、高雄市で複合商業施設の大路角草佐賀道を運営する、大路角開発講師を100%完全公会社としていた大路角実業講師から、保有株の60%を買い取り、アミューズメントパークを含む SC 運営に乗り出すことになった。ありがとうございます。